ホーマ N903i は NEC が開発した NTT ドコモの第3世代携帯電話端末製品である。N903i は前代製品の N902s より引き続きリンクフェイスデザインを採用する折りたたみ式携帯電話端末である。カラーバリエーションはサーフブルー、ジェットブラック、スパークルホワイト、バーミリオンオレンジの4種類に 関西限定モデルのプラチナピンクを加えた5種類2.5インチのメインディスプレイはフォーマ端末としては初めて高精細な4 8 6 9 0ドットの VGA-TFT 液晶を採用している。そして唯一903シリーズのこの端末だけテキサスインスツルメンツ社の CPU オマップ2430を搭載している。 フォーマ 903i シリーズ共通の機能として、着歌フル、GPS、メガアイアプリ、3G ローミングに対応した。またセキュリティ機能として、IC 認証、顔認証を搭載している。搭載されるカメラは320万画素シーモスで、オートフォーカスを搭載。手ブレ補正機構として、N900 ニースのスーパー手ブレ補正から、 ウルトラテブレ補正に画像処理機能もピドマジック3へと改良された。テレビ電話用のサブカメラは CMOS 約33万画素。n 9 0 0 1ス以降から標準搭載されているフルブラウザネットフラントも搭載し VGA に対応している。外部メモリーカードは新しくマイクロ SD メモリーカードに対応。スロットはタキシと違い電池カバーを外したところにある。 デジタルオーディオプレイヤー機能を搭載し、SD オーディオ形式に対応。プリインストールのアイアプリは、以下の通り。なお5種類あるカラーリングのうちジェットブラックだけは、折りたたんだ、際の表面が、ハーフミラーとなっており、サブ画面の見栄えが、他の色と異なる。また、N900 ニースに続き、ファリサチップは、サブ画面のそばにあるため、折りたたんだ状態では表側にファリサチップが、 存在することになる。IC カード関係の機能を使用する際は、この点に注意が必要。電源を入れた際に、タイミングによっては、i チャネルのデータが更新できなくなるケースがあり、2007年1月15日付の更新で修正された。参考リンク、ありがとうございます。